茨城県道百十四号、下大田鉾田線徳宿駅東側にて、茨城県道百十四号下大田鉾田線は、茨城県鉾田市内にある、一般県道である。鉾田市原、大田の一般県道大洗ともべ線より、分岐なんかし、同市作り屋を経て、同市安房の主要地方道水戸鉾田沢良線、鉾田土木前交差点に至る、延長約 14km の一般県道。 鹿島臨海鉄道を洗鹿島線に並行し、鉾田市北東部地域を南北に縦断する。鉾田市内で完結する路線であるが、路線名の鉾田とは、もともと平成の大合併以前の旧自治体名であった鉾田町であり、同じく旧自治体であった朝日、村大浅志も大田と鉾田町を結ぶ路線を由来とする。1959年10月14日、 新たな県道として、鹿島郡朝日村、大和座市も、大田を起点とし、鹿島郡鉾田町を終点とする区間を本路線とする、県道下大田鉾田線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号114となり、現在に至る。道路法の規定に基づき、鉾田市、美濃和道市安房間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、 災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に連中を建てることが制限されている。路線北部の道路は、日沼から鹿島台地に向かって南北に伸びる、新食国の多日源に沿い、路線南部では鹿島台地上にあり、周囲一帯は、サツマイモやメロンイチゴトマトのビニールハウス栽培などの、近郊農業が行われる、畑作地帯が広がる。 前線を通し、平坦で、屈曲部が少ない見通しの良い道路で、作り屋地区と特殊地区にある大地と谷日の高低差20メートルほどの段丘崖部分で坂道となる。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。